10月の消費税引き上げと同時に導入される軽減税率では飲食スペースがあるコンビニで買った弁当などの食料品は持ち帰りなら8%店内飲食なら10%となります関係者によりますとコンビニ各社は2つの価格が表示されると消費者が混乱するとして値札への表記は8%に一本化する方向で検討に入りました。なお会計の際に店内飲食と申し出れば 10%の税率が適用されるということです。